はい、どうも皆様、こんにちは。グリードです。今日は、ちょっと雑談動画を撮ろうと思います。僕の登録者もありがたいことで、もうすぐ9万人に、達成しそうで、最近僕のことを知った人もいると思うんで、軽く僕のこれまでの話、まあ自己紹介をして、今日はちょっとまあ、プロゲーマーを目指す人たちに向けてちょっとお話ししたいなと思います。はい、僕は今、ラッシュゲーミングという、スポンサードバイウィキッズで、活動している、プロゲーマー COD のプロチームですね、で活動してます。そしてオーストラリアのプロチームのマインドフリークにストリーマーとして所属してます。まあ、この辺は知ってる人もさすがにいると思うんですけど、実況者のグリードとはやっぱり認識はしてる人はいないと思うんですけど、はい、じゃあまず最初に僕の話をしたいと思います。 e スポーツ選手としての、まあ、経歴というか昔話をね、ざっくりとね話したいと思います。まあ、僕のことをね昔から知ってる人からすれば、そんなこと知ってるよって思うかもしれないんですけど、まあ最近知った人たちのために改めてね話したいと思います。まあ、BO3 頃から話しましょうかね。まあ、BO3 以前からもう COD でね、チームでいろいろ活動してたんですけど、BO3 から話したいと思います。BO3 の時に、ハセシンからね、勧誘がありまして、まあ、e スポーツチームを作ろうってことで、僕とウィンレッド、長と、その時はライトですね、の4人で e スポーツチームを組んで、その姿のアジア大会、ESL のアジア大会があったんですけど、それを2連覇しまして、で次が IW ですね。で IW でもサイヤクさんの全国大会で優勝することができたんですけど、でそこであれですね、波がライトと波が変わって新しいメンバーとして波が入りました。で IW の時からに僕オーストラリア行ったんですね。オーストラリアの世界大会を見に行きました。やっぱりほんとずっとほんと最初の方からやっぱり海外に憧れがあって、海外でプレーしたい、世界大会に出たいっていう思いがずっとあったんですよね。なんですけど、そのと、まあ当時は日本はまあいろいろ法律の面やらで出ることがほんと一切できなかったので、まあ参加することはね、出ることはできないんだけど、まず本番を見に行こうってことで、ウィキッズの浦和さんの支援のもと、オーストラリアの CWL世界大会ですねを見に行きました。でそこでいろんな人と、話せて、でオーストラリアで一番のねプロチームのマインドフリークの選手やオーナーとも話せたんですよね。でその後日本に帰ってから、そのオーストラリア一のマインドフリークのオーナーから、まあ、僕のうちらのストリーマーとして配信者ですねとして入らないかってことで、そこで、まあ、日本ではラッシュの、プロ、今ではまあプロなんですが、プロプレイヤーとして、選手として活動しつつ、ストリーマー、配信者としては、オーストラリアのマインドフリークっていうチームに所属するっていう、まあちょっと異例の形になりましたね。なんですけど、まあそこで、こう、初めて海外と本当に関わりが持ってた。で、まあ僕の一つの夢がそこで一個叶ったんですよね。で、IW の時に、その8月かな。一番大きな、市より一番大きなチャンピオンシップっていう、その年を締めくくる大きな大会があるんですけど、そこでスタッフとしてね、まあ、ストリーマーとして、まあ、動画を撮ったり応援したり、まあ、動画を撮ることがメインだったんですけど、お仕事は。で、ビログね、を YouTube に上げてるんで、まあ、見てない方いったら見てみてください。まあ、そんな感じで、海外と関わりを持って、で、今年から、ワールド2からですね、ラッシュゲーミング、スポンサードバイウィキッズで本格的にプロチームとして選手として日本で活動することになりました。その後はまあもう知ってる人は多いと思うんですけど、党会議、2月に党会議があって、そこで優勝することができて世界大会のチケットをいただくことができました。その後は最近始まりましたあのプロ対抗戦がありますね。そして今に至るっていう感じです。で、あのプロ対抗戦が始まったあたりから、ほんとすごく日本でも COD、プロチーム、プロゲーマーの知名度、まあ注目度ですね、がすごく上がって、まあ他にもいろんなチームができましたよね。で、今日はまあその注目度が上がっている COD のプロ、まあプロゲーマーになりたいなっていう思っている人たちに向けてちょっとね、メッセージを動画で喋りたいと思います。皆さん、プロゲーマーってどう思いますかね？まあ、簡単そうとか、まあ、ゲームしてるだけでいいとか、もしくはまあ、すごく、
ね、まあ、やっぱりきついのかなっていう思う人もいろいろ、まあ、いろいろ思う人がねいると思うんですけど、まあ、僕がこうまず言うならプロゲーマーは本当に大変な職業だと思います。やっぱり e スポーツって言われるぐらいですから、本当になることも、まあ、やり続けることも、まあ、スポーツ選手と一緒ですよね。それぐらい難しいと思います。本当に常に競争の世界と一緒ですよね。まあ、スポーツと一緒で、そこが常に勝ち続けなければいけない、活躍しなければいけないし、ね、ライバルは本当いっぱいいますからね。もう自分がいつ消えるかももちろん分かりません。まあ本当エンターテインメント系だから、音楽とか日本だと漫画とか、だから本当それとも一緒で、やっぱり生き残るの本当大変ですよね。ライバルがいっぱいいる。だから本当常に、自分もね進化して活躍しなきゃいけない。だからもうプロゲーマーは本当そういう世界だと思います。そして今まあプロゲーマーになってる人たちってほとんどがねプロゲーマーになりたくてなったわけじゃないんですよ。本当にこのゲームが好きで、そのね本当好きで他の人よりも強くなりたいとか、そういう思いがあってずっと同じゲームをやり続けてきたわけなんですよね。プロゲーマーになるってことを目標にしちゃうと正直引きすぎるんですよね。本当の勝負はプロゲーマーになってからが本当にもっともっと大変なので、プロゲーマーになることが一つのゴールってなっちゃってると、まあ、そういう人はそもそもね多分なれないと思うんですよね。まあ、現状今プロゲーマーになってる人はそういう人はほとんどいないと思います。なったとしても正直長くは続かないんじゃないかなと思いますね。まあ、こんなこと言って僕がねプロゲーマーになるなっていうわけじゃなくて、プロゲーマーっていうものは本当にスポーツ選手と同じぐらい大変で、まあ、厳しい職業なんだよっていうことを理解した上で、プロゲーマーになった後次のさらに大きな目標を、目指してやっていってほしいと思いますね。この動画をね見てる方はね、学生の人が多いと思います。で、僕もこの前まで学生でした、大学生でした。で、大学の学業もやりつつ、このゲーム活動ずっと続けてきましたね。本当に、まあ、このプロゲーマーとして頑張っていくぞって今頑張ってる人たちに向けて言いたいんですけど、勉強とかね、スポーツとか、本当勉強はもちろんやりましょう。ちゃんとやるべきことはやった上で、こういうね、ゲーム活動をちゃんとしてほしいと思います。次に、まあ、プロゲーマーの仕事ですね。まあ、何をやってるかっていうのをちょっと話そうと思うんですけど、まずはもちろん練習ですよね。練習をして、大会に出ていい結果を残す。もうもちろんそれも当たり前なんですけど、僕が普段何をしてるかっていうと、まあ、こういう動画投稿ですよね。なんで動画投稿するかっていうと、まあ、動画投稿はまあ自分のためでもあるし、まあ、スポンサーのためでもあるし、で、さらに、ファンのためでもあるし、で、今後、まあ、僕の後から、やってくる選手たち、次の世代の選手たちのためにも動画投稿配信っていうのはすごく大事なんですね。本当応援してくれる人が本当増えるっていうのは、本当ゲームこのゲーム e スポーツ自体も盛り上がることももちろんなんですけど、本当後の選手ですよね。僕自身も、まあ、ある海外のプロゲーマーのプロプレイヤーの、動画とか配信を見て、このゲームを始めて、で大会とかに出ようって思ったんで、僕も、まあ、そのうちの一人なんですよね。まあ、実際にこう動画とか配信とかしてるときはそんなね後の難しいことは正直考えてないんですけど、僕は普通にやっぱり自分のプレイとかを見てもらえるのがすごく嬉しいですし、僕の動画を見て、まあ、僕も大会に出ようって思ってくれる人たちも本当今多いんで、それがすごく嬉しいですね。はい、ちょっと喋り下手だったんですけど、まあ、僕が思うプロゲーマーについて話しましたね。で、これからプロゲーマーになりたいって思っている人たちに向けて最後にまとめのお話をしたいと思います。プロゲーマーっていうのは本当スポーツ選手と同じぐらい、難しい厳しいものであると理解する。で、それを理解した上で、ちゃんと目指すってことですね。そしてなることを目標にするんじゃなくて、そのなった後がさらに大変なんで、そのさらに上を目指して頑張ってください。ただ強いだけじゃなくて、本当こういう動画配信活動っていうのは本当すごく大事なので、まあ、プレイヤーになった人は動画配信をすごく頑張るといいと思います。
僕は本当動画配信をしてたおかげで人生変わったし、海外プレイヤーと接することができたし、本当にすごいいろんなことが起きましたね。今の時代本当簡単にね、まあ、世界ともつながれるし、チャンスはあると思うんで、とにかく挑戦してみることが本当大事だと思います。僕も世界と関わりたいと思ったから、世界大会に英語全然喋れないけど行ってみたりだとかで、今は英語勉強をね週2でアメリカ人のねネイティブの先生とやったりとかしてます。はい、というわけで今日はちょっと初めてのこういう動画でかなり下手だったかもしれないんですけど、まあ僕の思いが少しでもね伝わればいいと思います。そしてまあこの考えとかね、もし共感してくれた人は友達とかにもねぜひ共有してくれると嬉しいと思います。というわけで、よかったら高評価等ぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。何か質問等あったら、コメント欄にぜひお願いします。というわけでお疲れ様です。All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We hook up in my car, driving so far, playing You'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when it's gone, took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on.